山田中三郎山田中三郎から1916年8月3日は、明治、大正時代の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中情勢三位、訓二投稿三級、京都府出身。1878年12月、陸軍士官学校を卒業。翌年2月、不評少尉任官。1902年5月、不評第11連隊長に就任し、 同年11月、不評大佐に昇進。1903年7月、この F 表第一連隊に転じ日露戦争に出生。両洋海戦直前の1904年8月17日、第三師団参謀長に転じ、両洋、佐賀海戦、宝天海戦などに参戦。1905年7月、陸軍少将に新旧使用力高軍令下の不評、第十旅団長となる。 日露戦争からの外戦後、1906年4月1日には、高三級禁止勲章を授けられた。1907年1月28日、陸軍と山学校長に着任し、1909年11月30日、陸軍省人事局長に移動。1912年4月12日退任。この五君二党に除せられた。同年4月、陸軍中将に進み、 第十四師団長に親保された。師団長に在任時、大正天皇が那須御用邸に行行されると乗馬のお相手となった。1916年1月に退名となった。病により同年8月3日皇居。この不法が宮中にまで届くと、直視が山田中将の渋谷の指定に使わされ、特使を持って肖像くらいとなった。この時、渋谷駅から沿道まで、 多数の弔問を受けた。墓所は渋谷区東に所在する臨在宗明新事派の旧工寺。改名は本明院殿、徳美法中美校大孤児。ありがとうございます。